我々がバグを見つける、でそれを直してもらう、そういう地道な作業を繰り返すことによって最終的にお客様が満足いく車載機というのが提供できるのかなと。安全な製品を提供するため、開発成果物が使用通りに動作するかをテストして評価する。下口雄也はユーザーのことを思い考え、何年もの時間をかけて不具合がないかを追求する。おはようございます、よろしくお願いします。最初まずは大体9時半ぐらいから朝会があるので、それまで今メールチェックだったりチームズチェックをしている感じになりますね。どういうことしたらバグが出るのか、テスト設計のパターンとか条件を地道に考えていくのがまあ楽しいですね。ユーザーがどういう操作を行うのかっていうのを考えてテスト設計するようにしています。プロジェクトは製品が発売される3年ほど前から動き始める。車に乗せるので安心安全は不可欠だと思っています。もしそれが人の命に関わったらとても重大なことではあるので、そういうところに関してやっぱ私たちがユーザー目線でいろいろ調査したり、まあ、分析してそれをまあテスト設計とかに落とし込むことがとても重要なのかなと。いろんな人と話すってことが、まあ、コミュニケーションを取るっていうことが息抜きなのかなと思っていて、まあ、仕事の合間とかその時に話したことでいいアイデアとか思い浮かんできているので、個人的には重要しているところではあります。下口のコミュニケーション力は業務にも生きているという。彼は他の人と話すっていうのがとても大好きな性格を持っていて、何百人とかいる会議の中でも、まあ、物を辞せずに言いたいこととかを言ったりとかしてコミュニケーションを取れていると思ってますね。これから実際に車載機を触って、まあ、テスト実行をしていきます。テスト設計で検討した内容に沿って品質の確認を行うテスト実行、多い時には10万にも及ぶ項目を自動化などの IT 技術を駆使してテストしていく。一個一個触って、まあ、自分の手で確かめるのが、まあ、醍醐味でもあるのかなと思ってます。バグはまあ見逃したくないっていうのが信念にあって、ちょっとしただから違和感でも本当にバグなのかっていうのはとことん調べますね。私たち評価っていうのは、まあ、品質の最後の取り柄ですし、実際私たちがまあ評価したものがお客さんのところに行くので、バグ多く見つけることによってかなりの品質も良くなるので、より お客様に今満足してもらえるかなと思って。安全な製品を届けるため、下口は明日もバグを探し続ける。お疲れ様でした。パナソニックオートモーティブ。